歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回の動画は今日のラウンド、今日はですねまた山行ってきたんです。先週は神奈川のね伊勢原カントリー山行ったんですけど、今日は茨城の筑波山にあります筑波国際カントリークラブに行ってまいりました。こちらね結構最近じゃなかったかな、あれちょっと前かな、あのゴルフ侍で、安田ハロープロの会ですね、でもゴルフ侍でも放映されていたコースなんですけど、まあ、何度か行ったことあるんですけど久しぶりに行ってきました。でもちろんね3本でラウンドしてきまして、もう先にお伝えしますと3本で初の30台が出ました。いやーこれはね嬉しかったです。ちょっとその話をしていこうと思います。で動画の方も撮ったんですけど、ちょっといろいろな諸事情がありまして、グリーン周りは撮影してないんです。グリーン周り以外のティーショットとかセカンドとかに なるので、でそれを先にアップしようかなと。でその動画にいつもみたいにスコアカードつけて3本で30台出ましたってやろうかなと思って、ちょっと動画をあの編集してはいたんですけど、あのマイクもつけてなかったんで私のブツブツもあんまり入ってないので面白くねえなと思って、ただその筑波山の景色だったり紅葉だったり小鳥のさえずりだったりっていうのはすごくいいので、そういうのを楽しんでいただければなと思って後でアップはするんですけれども、このせっかくというか3本で、ようやっと30台ようやっとっていうか、まあいろんなものがうまくかみ合っての30台だったんで、しっかりとお話をしたいなと思ったので、それはもう別個で話そうと思って、その動画を出す前にラウンドで撮影した動画を出す前にこっちを撮影して先にアップしようという思いでいます。でその筑波国際カントリークラブ久しぶりに行ったらなんかいろいろと様子が変わってて、まず驚いたのが服装のなんだっけドレスコードか、もう何もありませんと、もうどんな格好でもいいですみたいな感じだったの。そんな感じになったんだと思って。で、フロントの女性もね、ジーパン履いてたりして、で、なんかクラブハウスも、まるでスキー場みたいに、じゃんじゃん、なんか、洋楽流れちゃってて、あれ洋楽、まあでも、ああいうのって洋楽なんだよね、シンディ・ローパーとかさ。私はね、まあまあ、だからなんかすごいスキー場みたいな雰囲気だなと思って、ああ、いいじゃんと思ったんですよ。で、まずインコースからスタートしたんです。あそこの筑波国際はインコースがこう山側に向かってコースがあって、でアウトコースがもうそのなんだろう平野下前が平野なんですよね。で後ろ山なんだけど、その平野が見える位置にアウトコースがある。あの侍やったのは、あでも両方やったのかな、私見たのはインコースしか見てないんだけど、でインコーススタートはロングホールでティーショット打ち下ろし、左の OB はもうめちゃめちゃ浅いんですよ。まあ右も、まあ右はまあいくらかあるのかな。うん。まあでもそんな狭いなっていう印象は全然なく、だってね、あの150、60ヤードも飛べばいいんだから、そんなね、200、2、30も飛ばそうなんていう気はないから、そんな狭さも別に気にならず、ティーショットパーンと打って。で、2打目からが、こう、ちょっと打ち上げになってくるんですよ、今度。で2打目打って3打目グリーン周り持ってって、まあそこまで寄らず入らずでボギースタートでね、まあよしよしと、もう本当ねボギーがパーみたいなゴルフですから。で、次がね、次はね強烈な打ち下ろしになるんですよ。打ち下ろした後はなだらかなやや打ち上げぐらいのホールなんですけど、ティーグランドとフェアウェイの差がかなりあって、あれ高低差どんぐらいあるかな、15メーターぐらいあるかな、もうちょっとあるな。あの笠間桜のあの30ヤードの打ち下ろしのショートホールぐらい高低差あるかもしれない。
なのでそこはさすがにちょっと狭く感じたんですけど、左がのり面なんですよ。で冬だから、夏だったらもう出てこないんだけど、冬だからまあ大丈夫だろうと思って左からカットと思ったのが、大してカットされてなくてまっすぐ行っちゃって左ラフだったんですけど、で2打目もちょっと引っ掛けたんだけどグリーンの横まで行ってて、これが入ったんだっけ、これ入ったのか、記憶ないな、あ違う違う違う、出だしのロングがパー取ったんだ、出だしのロングパーで、次のそのミドルもパーおっと思ったので、次100ヤードの打ち下ろしのショートホールなんですよ。それね、昔行った時にパターで打って乗せたの、冬に芝枯れてた時にね、そのイメージあって、でも今のねパターは無理なんで、これドライバーでチョーンって やっと、あの笠間桜で最近やってるみたいにドライバーでチョーンって行こうと思ったら、意外と芝の抵抗と下が柔らかくて全然ショートしちゃって、これはねどうした、これ寄らず、これ寄らない、入らない、これボギーだったんだ。これでワンオーバーでしょ。でも3ホールワンオーバーだから、ずいぶんいいペースだなと思ったの。よしよしと思って。で、次が、これ、ね、似たようなホールが結構あってね。次は打ち上げのミドルホールでいいんだな。そう、打ち上げのミドルホール。その、ティーショットちょうどキャリーするあたりがすごいこう、打ち上げなんですよ。で、まあ、左サイド危ない、右やや広めなんで、こう、フェードで行ったんですけど、フェードで行って、打ち上げの傾斜にドンと当たって、ダラ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 って20ヤード以上戻ってきちゃって、うーわーと思ってね。でも本当そういうところがよくあるんですよ。フェアウェイがもう、傾斜が急で戻ってきちゃう。で、セカンドをうまく打ったんだ。これでも乗ったかなと思ったら、ちょっとショートだったんだけど、これもパー取れたんですよ。で次が右ドックの、ミドルホールで、右が山、左が、まあ、林みたいな、こっち即 OB、まあまあ、こうカットでピューッと打っといてフェアウェイいいとこ行って、セカンドが、シャロップで100ちょうど100ぐらいだったのかな。だから全体的に距離は短いっちゃ短いんですよ。笠間桜よりも短いですね。でそのセカンドが、あ違う、114ヤードで、ショートグリーンには乗ったんだけど、乗っただけだったから、なんで100ヤードぐらいしか飛ばなかったなと思ってたの。だから110ヤードはもうちょっとしっかり打っていいんだなって思ってたから、そうだそうだ。でそれをまあ2パットでパーと、ワンオーバーで来てるでしょ、おりょ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 と思って。で次のホールが一応ヤーデージでは380ぐらいあった、377とかそんな、またティーグランドが上にあって、フェアウェイが下で、フェアウェイはまあなだらかに行って、グリーン、残り100ヤードぐらいからぐーっと上がるホールで、ちょっとロケーション的にはこういう感じになってると。で、ここが、まあちょっと距離長いし、ちょっといいスコアできてるからってのもあって、ちょっと右からフックでかっくらしてと思ったら、綺麗に右の斜面にまっすぐ行っちゃって、こんなとこから。でもこんなとこからうまいことポンと打って、で3打目乗せて、これボギーだったのね、ボギーで2オーバーでしょ。あれでもあと1個ボギーどこ打った俺。で次がショートホール、これで今何ホールやった、出だしのロングがパー、次のミドルがパー、ショートがボギー、打ち上げのミドルがパーで、ここもパーで、ここがボギーで、789があってね。でスコアが 2オーバーでしょ、ショートボギーで、その、ミドルでボギーでしょ。で次のショートホールが短いんですよ、100ないぐらい、94だったかな。でそれがシャロップでちょっとトップ気味に当たっちゃって、奥行っちゃったので、このここそこのグリーン奥からやたら速かったのだけは記憶にあって、うわやっちゃったよと思ったんですよ。でなんか逆目っぽいところで嫌だなと思ったんですけど、
とにかく手前ワンクッションかまして、もう勢いを殺してとにかく行きたいと思って、で素振りをシャッシュシュッシュやってて、ちょっとこれ鋭角にちょっと下をトンとこう叩く感じ、もうまるでビリヤードのこう玉のケツをキュンってつくみたいなイメージでこうちょんってやってあげたらいいんじゃねえかなとふと浮かんで、それをやったら手前ワンクッションで、でしかもこう打ってるから意外とスピン入ってて、ちょんってもう勢いなくなって、でグリーンに入って、あとは傾斜と順目なんですよ奥からね。目がすごいの、とにかく高麗のワングリーンなんだけど、でそこからタタ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 タって言って、もうおー入れっていう感じの球で、もう楽々パーで2オーバーでしょ。いやこれはいいねと思ってね。で次が、ちょい長い、あれ違う、俺どっかでもう一個ボギー打ったな、おかしいな、このまま行ったら2オーバーで終わっちゃうもんな。次のロングじゃない、ミドルホール8番のミドルは、まっすぐなホールなんだけど、今度逆にちょっと途中から打ち下ろし入るんですよ。で表示は長いんだけど、ティーショットを打って、私がやる引っ掛けフェード、カットじゃなくて捕まえるフェードなんですよ。ちょっとクローズ気味というか、自分のこのアライメントよりも左に打ち出すぞっていう、だから引っ掛けるっていうイメージで打って、左に出てちょっと自分の構えてるラインよりも左に出て、落ち際ちょっと本当にスッと右に来るっていうフェードなんですけど、これがねなんとなく一番飛ぶんですよ。でそれを打ってちょうどいい下り傾斜落ちて、残り140いくつ、要はパンオンできるところまで行ってて、まあだからちょっとヤーデージも怪しいなとはっていうところはあるんだけど、でそれでセカンドでうまいことグリーン捉えて2パットでパーだったんですよ。あれおかしいな、どっかもう一個ボギーだったんだよな。出だしのロングはパー、だ2番3番がボギーだったかも。ちょっと後でスコアカード貼っときます。ちょっとそこの記憶が曖昧になってんだ。で最後ロングなんですけど、これはもうなだらかな、ダラ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 こう打ち上げていく、1打目もポーンと打って、あのフェアウェイにも届かなかった。で2打目カットに打って、3打目も130ぐらいだったんだけど、ちょっとこう打ち上げっぽかったからシャロップで頑張りたくないなと思ってドライバーでチョンと打って、でとりあえずグリーン捉えて、そうグリーン乗ってたんだ。でまあまあ距離あったの。でそのパットをちょっと1メーターちょっと2メーターまで2メーター弱ぐらい残って、あーこれ大事な、これ入れないと30台で上がれないよっていうやつがしっかり打てて入って39。もうね、30代なんていつぶりだろうなと思って、まあ4本でやってた時はまあね時々出てたんだけど、3本になってからは本当にもう記憶ないから初ですね。そういうゴルフでした。なので、まあ、ティーショットはもう最近でいいんですよ。まあフック打とうと思うとフックかかんあんまりかかんないから、その抜けちゃうっていうところが結構あるんですけど、あの笠間さくらの、東の最終ホールで、あれこんなとこまで飛んだことないよっていうショットがこの間あったんだけど、黄色のロジャーのね41インチのドライバーですよ。それでね、あのちょっと引っ掛けフェードでやるといい、だフェードでそのフェード狙いでその引っ掛けフェードで打ってる分にはそれなりに距離も出てるし、あんまり失敗しないんですけど、やりたくなっちゃうんだよね、フックとか違うことを。でも今日はロケーション的にそれでずっとそれが一番いいなっていうロケーションのホールが多かったんで、それでとにかくずっとやってって、で高麗グリーンなんですよ。グリーンの奥に矢印こうだこうだみたいな矢印があるの、その向いそれの奥から逆目だとこうなってるとこね。だそれを見ながら
目を気にしながら、ただ高麗グリーンなんで、まあ高麗グリーンだけど、あのコンディションはすごくいいので、転がりっていうか、ポコポコ跳ねたりとかそういうのはないんでね、良かったんですよ。パットも良かったということでね、39で回りました。まあトータルのスコアも一応3本ではベストだと思います。いくつだっけ、後半はもう大体ボギーで、ボギーボギーボギー、もったいないボギーばっかりなんですよ。それはもうタラダマでやったらもう全然70台出るようなゴルフなんだけど、もう寄らず入らず寄らず入らずでボギーボギーボギーになっちゃって、でパーがでも3つ取れたから42だったのかな、そうだ9オーバーだ、だ3本で9オーバー、1桁オーバー、要はおこのゴルフできんじゃ、ね、シングルハンディ いけるぞっていうスコアで終われたんですよ。そうそうそう、9オーバーだ、81回、3942、そんなゴルフでした。でまあそれのね、あのグリーン周り取ってないんですけど、1打目2打目3打目とかその辺をと、その辺は取ってきたので、それを別動画でアップしますんでね、その筑波国際のゴルフ場の雰囲気とかね、鳥のさえずりとか、非常にね気持ちいいゴルフ場なんで、であと私ラウンドしながらよく写真も撮ってるんだけど、それも差し込んで動画にしますんでね、ぜひそっちも見ていただければなと思います。ということで今回の動画は3本で30台出ましたというご報告動画でございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう、ありがとうございました。